はい、皆さん、僕はじゃあ、今日はい、皆さん、僕はじゃあ、こみちです。今、テイクスだよ。今、危ない。一つ目使わんとこ落としてて、今、ほんとに。いやー、テイクツー、テイクツーですね。はいはい、あ、ちょっと気持ちがふわふわしてるね。ちゃんと使ってくださいよ、テイクはもう。出してるね。ここやちはこみちんですが、ちょっと言えなかったですけどね。危ない。今日は2本目の動画ということで、テント設営勝負ですね。グランドシート。母さん、ちょっと小さめですね。ちょっと、チャンネル規模で。チャンネル規模で言ったらまたでかいですよね。まみさんは正方形。そうです。同じぐらいですね。それなりにやっぱ天童もでかそうですね。なるほど。今日真面目に斜めのやつとかもやってもらおうかな。いつも止めない斜めの、ね、いつも止めない斜めのやつなんかありましたっけ。あ、なんかあるいろいろあるよ、本当は。風強い時は、本当はあるよ。各選手、準備が整ったようですので、テント設営じゃあ、まずは、インナーシートですね。設置していきます。 OK。 じゃあ次は、こちらね、三節棍みたいなやつを伸ばしていきましょう。よし、OK ですね。これでインナーがね、立ちました。まさかのちょっと裏表逆でした。前と後ろ逆かもしれないです。あ、やった。あ、分かった。逆だね。逆ですね。逆です。逆。もうちょっと剥がせるだけ。オッケー。よっしゃー。よいしょ。よいしょ。オッケー。クリーン、クリーン。よいしょ。ピッピッ。さっき針がおかしかったもんね。針方が。あれ、こんな歪だったっけ。真ん中の針がおかしかったんで。あとはここら辺をちゃんと内側からピッてってなんだかね。次はペグか。まだかつてない量のペグ打ちを。するの？20箇所はしますよ。ハリハリタイム。わら人形の打つのことで鍛え上げた。昔いっぱい打ちましたね、わら人形。週5で打ってましたよね。打ちましたね。こみちんさんの手の白さが際立つんですけど、家から出てないんじゃないですか。よいしょ。出てないですね。わら人形いきますよ。今、大のこと思い浮かびました。どんかつで最後邪魔したやつとかですね。あ、なるほどね。なるほどね。最近ちょっと2位が多かったんで、ちょっと待って、マギンとこちょっとシワ多くない。多いね。雑な作りかな。雑な。まあまあまあ、ちょっと後でとしない、ね、後で見に行こう。打ち込むね。指が太い、殴られたら痛そう。殴ることなんてないですね。星ドラブのあいつめ。カットですかね。多分あいつだな。冗談ですよ。お、綺麗にピンと、はい、ピンと張っていく。ほら、息の乱れはハンマーの乱れ。あ、ここ硬い。お、あ、なんですか。あ、もうすごい。
っすごい、やべ、超楽しそう。マイクラ視点になっていい？マイクラ視点。ティッティリッティッティー、カン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 、あれあれ、プロだな。違う、いった、いったかもしれない。うん、なんか、なんか貫通してるわ。あ、ほんとだ。お、やぶなんだかのじゃないのこれ。あ、やぶ入ったぞ、たぶん。お、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 よいしょ、ハンマー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 。前の倍ぐらい、倍ぐらい打ってるんじゃない、前の倍ぐらい。スレスレまで打ち込んで抜くときどうすんの、抜くとき、抜くとき、ほんの突起を許さない許さないね、みんなの足つまずかなくなるからね。突起を許さないですよ、こみちは。そうですよ、ねね、小指にぶつかった時の痛みって言ったらね。あ、後ろもありましたね、まだここね。ハンマー、一本ちょっと使う、はい、してください。マギーちょっと真面目じゃないんじゃないのこれ。ごめん、これマギー、ここもほら、ごめん、ここ、ここちゃちゃだけは入れる。あ、柔らかいな、こっち。 OK、 うん、オッケー、まる、ます。はい、というわけで、皆さんのね、ご協力を得て完成。はい、これほら、あ、たるみがダメだった。あれ頼んだぞって。これ姑みたいなことやろ。なにこのたるみ、なにこのたるみ、このたるみ、なにどっから声出てました。どっからダメってこと。いや、多分 こっちやったってことやろね。やり直すの、うん、うん、いや、今度いいよ。まだあるよ。いや、もうもう大丈夫です。マギーなんてなんか一番元気ないこれが、マギーさんのね、今日のテント。なんか多分ここ貼ってないでよ、ちゃんと。おじいちゃんです。あ、本当だ。ほらこれとかも、ほらこれとも貼るとまた違って、だいぶ変わってくんだよな。うん、多分ここ、それは上に上げないといけない。あ、そこ上に、そう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 、下にある、ここ下にあるんですよ、ね、そこはね。あ、でも可愛いな、ロゴス。すげえ、ちゃんと足場も置いてある。うん、あ、へえ、それいいね。あ、すごい、スノコいいでしょ。これがカズさんのね。あ、これってマーレの時のやつと一緒ですかね。そうです、こんな感じに今日ベッド入れるんでベッドも組み込んだかんだかんだよ、うち。そういえばそうですよね。あ、僕もマット、中のマット、はい、インナーマットね。前回ね、ちょっとミスったというか、インナーマットね、あの寝る前に仕込むと膨らまないので、今のうちにね、仕込んで、ちゃんと膨らむようにしておきたいと思います。すごい、なんかピッチリ入ってる。はい、OK。で、これをね、ちょっと中に仕込みたいと思います。OK。あと、枕ですね。OK。で、これね、しっかり枕カバーに。あ、入るか、これ。これ絶対入んないな。入れてから膨らました方がいいかな。とりあえず入れよう。こうだな。うん、完璧。完璧です。ちょっと出てるけどね、ここね。まあ、これでしっかり枕になりました。あとは、こちら、コールマンのね、寝袋。いつも使ってるやつです。はい、というわけで、無事僕のね、テントが完成しましたので、ちょっと見ていきましょう。シャシャーンと、こんな感じでですね、結構ね、広いんですよ。これ見てもらう通り、寝袋が本来ね、2つ並ぶぐらいマットが大きいんで、ゆったりね、今日も寝れるかと思います。前のね、キャンプした時は、地面が斜めだったんでね、ちょっと腰痛かったですけど、今日はまっすぐなんでね、ゆっくり寝れるかと思います。火をね、鍛えていきたいと思います。心はおじさん、見た目は女子高生、
どうも、素足、カズさんでございます。素足やな、見た目女子高生じゃないです。なんかすごい、なんかガガ言われてますけど、せい早く火をつけてくれないとカズさん凍えるよ。一人女子高生がいるから上着してください。 JK がいるから凍えますよ。 JK スタイルの男。お、まさかこれは何ですか。これはマグネシウム棒です。ほう、ちょっとほう、それぞれが、そう、それぞれの火の起こし方がね。うちはチート武器で、はい、じゃあ今からね、みんなでほぐした朝の紐に火を、でもちょっとちょっとね、パワーを感じてる。はい、今ちょっとシコシコして、シコ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 してる。コミチンはシコシコが得意ですから。そうですね、よっ、しこみちん、しこちん、いいよ、しこみちん、頑張れ頑張れ、ね、ちょっとまだ本気のしこしこしてないんじゃないですか。こっちはこっちですごいでしょ。本気のしこしこ、よいしょ、めっちゃ、あ、来た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 、ピカー、その下にチート素材が入ってるから、はい、それに燃え移ればもうこっちです。なんだこれ。普通にチートがいるからね、下に。やっぱでも最初の日はこれちょっと大人の遊びだね、完全に。これやりたいじゃないですか、これで。ハンさん、そう、なんすか、その、うわ、ゴーゴーと燃えてますね。これいいっしょ、いい匂いですね。こっちが、こっちが表か。非常にいい匂いです。表こんなになってんだ、今。そうなのよ、中見てみ、すごい。すごい、あ、すご、ほら、あ、すご、劣化のごとくよ、地獄よ、中すごいよ。これ全部燃えてなくなるんだって、最終。あ、いいっすね。ね、猫だね、猫だね。ね、廃材いっぱい余ってるでの、こんな廃材。そうだよね、上から見るとね、穴が開いてるんですよ。角材すごっ。自分で作ってみたいな、今度。あ、できそう。いや、でもパクリはよろしくないけど。インスパイア、一生懸命インスパイア考えられて作ったね。そんな夜ご飯作りタイムですかね。そうですね。良い子は真似しちゃダメよ。カズさんはね、鍛えてるから。カズさん鍛えてるからね、特別な訓練を受けてるから。使いますからね、この使いますからね。見て、こうすると腕毛が燃える。あ、くさっ。ちょっとや、お隣にならないでね。うん、チート武器続々投入。これが一番燃えますよね、ロゴスの。これがすごいね、本当に。この固形物マヤも使ったもんね、最高。ロゴスの本ちゃんもこれもあるんですけど、あ、はいはい、一回も使ったことないんですよね。ステーキ14枚焼けるらしいんで、今度ちょっと検証してみますわ。あ、ぜひぜひ。横に木下ゆうかちゃん置いての。あ、いいね、ほんとよ、全部食べてもらえるよ。してくれますか。暗号、暗号ですね。米は、米は無洗米ね、ちゃんと30分つけんとあかんぞ。あ、そうだ、おられたんだからな。母さん、言われてましたね、うん。はい、というわけで2本目のね、動画はここまでにしたいと思います。もう火はまあゴーゴーと燃えてますからね。次回、ご飯編と、宿泊編ですね、楽しみにしてください。イエス。それではご視聴ありがとうございました。あったけー。